こんにちは。今日は苦しさと風風が吹く日がたくさんありましたこの風という浄化についてお話ししますまず記事を読んでいきます風は浄化をする力があるのですが体の中に張り付いた層の記憶や習慣などを引き剥がす力があります風の吹く日は外に出て 風に当たると良いでしょう特に自分はその環境だなと感じる方は今のうちにたくさん風に当たってくださいね。窓を開けて家の中に風を通すのも良いでしょう。冬のよどんだ空気を浄化しましょう。ただ風は関係を弱らせるものでもあります。 風に当たりたくないなぁと感じる方は疲れがたまっています。午前中に酸っぱいものを取ったりよく寝て肝臓を休ませてあげてください。脂っこい食べ物が続くと肝臓は疲れてしまうものこれもウーロン茶やブラックコーヒーと一緒に食べる方が食べる方が 負担が減ります油っこいとは天ぷらやとんカツとは限りませんケーキやチョコバターカルビなどの焼き肉お刺身でもトロや油の多いものは全て入ります体によい油といっても分解して消化吸収は必要ですたまには アルコールだけではなく油っこいものも休む日を作りましょう風に当たって心地よいと感じる人は特に要注意です自分の中のその環境に慣れてしまって苦しいことに気づかず自分がいじけていることさえ 気づきません自分の思考がその思考でも仕方ないと諦めてしまいがちです。諦める心は仕方ないのですが未来にある自分を思い描いてその思考から抜ける努力も大切です。まとめその思考は ありとあらゆる方面から浄化する自然界の力が増していく自分の中にあるその思考に染まる時は一旦自分だけの未来日記をつけて王の思考を思い出そうはいこちら今日はお話ししていきます最近テーマ一つではなく何個も入れちゃってますよね 自分でもテーマがいくつもあることに気づかず語ってて、読んで口に出して初めて、いや、これちょっと量多いよねと思うことがあります。何かやっぱり私いくらか焦ってるんですかね。まあ、これは自分で正直わからないところです。さて、えまず、 今回の「風」というねたった一つの「風に当たる風が吹く」ということから風をテーマにしました「で浄化だ」「風は浄化だ」というね雨も浄化風も浄化雪も浄化というお話を以前から聞いていますでこの中で特に今春風がすごいので えー、特に風をテーマに挙げました。春一番が吹いた時すごかったですね。ビュービュー吹いて飛ばされそうでした。傘が飛んでいきそうになりましたからね。この風というのは音、振動ですよね。振動。これにによって細胞の中に 閉じ込められて張り付いて自分自身でどうもつかんでるらしいんですけどこのつかんだ記憶これを引き剥ががそううとすするる力があるようですだからそうがあるな嫌だなうまくいかないなと思ったら風に当たる。 まああの、そ、うんと、イライラする人とか、体が熱くて扇風機に当たったりしますよね。祖が深い人なのかなって思います。風に当たりたいという衝動に駆られるのは、ある意味この祖が体の中に充満していてもう抜けないというね、状態の人かなと思います。だから、 誰かがやたらと風に当たってるのを見て、あんた風に当たったらダメだよ、危険だよっていうのはおせっかいですよ。ある程度ね、風に当たれば、だんだん抜けていくので、風に直接当たらないと生活できないという生き方は変わってきます。また、直接体に風を当て続けるとね、扇風機のような人工物で。 風に当たり続けると、やはり命の危険があるということも今ね、えー、世間で言われているので、うまくいろんなものを使って、風に当たらないようにする、まあ、そういう思考が働き出したらね、王の思考に切り替わりつつあるのかなと考えてください。だから、やたらと、うん、男性、ね、旦那さんが扇風機に当たりたがるとかね、息子さんが当たりたがるっていうのを、 あ,あんたたちダメよって言ってしまうのはちょっとどうかなっていう話ですね。まあできたら自然界のこう風が吹いてる時にね取り込んでほしいというか当たってほしいとは思います。あくまで風は浄化という方向性でお話ししました。で次の、えー、関係とか肝臓とかね胆のとかの経絡の話です。これを弱らせる。 強くするという側面と弱らせるというね両方陰意味を持ってますがアルナは以前抗がん剤で治療した時に極端に肝臓をやはり痛めましたこの時にそういうか月ても吐き気がしましまた例えばブランコブランコで少しの揺れ風がふわっとくるじゃないですか本当に ブランコに座って足を離した瞬間に風が来るんですよ。これで吐き消したっていうね。いやもう二度と一生乗れないかなと思うぐらい怖い思いをしました。あとは笑っちゃったんですけど学校が坂道だったんですよね、えー。電車の脇の道を歩いていくんですが電車が通るとふわっと風が通るんです。もう本当に手でふわっと風を 起こすす程度の風ががやってくるんですがもう気持ち悪くて吐き気がして友達の背中に張り付いて風よけになって歩いてましたね。あと風と言えるかどうか分からないんですが新幹線ってもうほに揺れも少ないしほとんどこう何て言うんですか体に負担がないと言われてますよね。でででもあれでさえ吐き気がしたので 本当に肝臓が弱るというのは日常生活に支障が出る行為ですねで肝臓を弱らせる要因の一つに、まあ、いっぱいあるんですが一つに脂っこいものこれお医者さんに言われましたで脂っこいというとどうしても天ぷらとかとんカツとかカルビのお肉とかというイメージを持ってしまうんですが どちらかというと生クリームとかバターとかもすごく脂分多いんですよねくるみも多いですね松の実も多いですもちろん牛乳も多いです意外とタンパク質には脂が多く入ってますよね魚の脂も体にはいいんですよただ肝臓が処理しないと体の中に入っていけないのでやはり 脂っっこいいものの一部になってしまいます。ですから体にいい油だからといってたくさん食べるとやはり肝臓が疲れてしまうアルコールだけではなくねこういったものも休む日を作ってね肝臓を休ませてあげるということが大事です次 その環境に慣れてしまっていると風に当たって心地よい。これね、あるんですよ。そよ風気持ちいいわとか風がビュービュー吹くの好きとか風が吹いている場所が好き。例えば崖の上とか横断歩道の上。あ歩道橋だ。歩道橋の上で風が吹くのが好きとかビル風好きとかね。風が好きで好きでっていう人の中にはいらっしゃいますね。 時にこの風が好きな人の中にやっぱその環境にいることに慣れちゃってて苦しいことをずっと抱え込んで我慢しすぎてしまってもう感覚もなくなってしまって風が心地いいって感じるっていうケースがあるので自分の心が苦しさに慣れすぎていないかというのをちょっとね 風が気持ちいいと思う方は考えてみてください。でこの風というのは自然界の浄化です。でこの自然界というのは、その時代から王の時代に向かっていろんな方向から、もう360度ですね、すべて全方面から浄化をして、層を抜いて王に持っていこうとしています。もちろんまだ移行期なのでね、 私たちがいて生きている間に完全なる王の時代に出会うことはないのですが、層を脱いでいく、層を剥いでいく、その時に学んだ多くのことを脱ぎ捨てていくという意味で、今回はまとめてみました。え今日は風についてお話ししました。え今日はここまで。またねー。